グループステージ E グループの第一節、京都サンガ FC 対ガンバ大阪、両チームの選手たちがピッチへと足を踏み入れていきます。少しインサイドのポジションを取りながら、うまく相手をこう動かしているような感じがありますね。さあここはアラーノを走らせる、中を見る、自分で行くか、こぼれている、福田のシュート、先制点ガンバ大阪。アラーノが仕掛けてこぼれたところ、ここは福田が一気に振り抜いていきました。チーム内で共有しながら対策を取っていくというところですよね。ガンバ大阪は明らかに長いボールを入れてきてますから、そこに対しての対策必要でしょうね。さあここはファーサイド山崎を狙ってくる、サンガ同点。セットプレーから裏へ抜け出してきた山崎亮吾。もう一度サイドを変えながら一気に縦、鈴木は知らせて、福田も上がってくる、入れ替わる、さあ裏へ抜けるところ、なんとかキープして戻した、そしてダワンのシュートだ。ガンバ再び勝ち越し。そして背後から江川が上がってくる。さあ中で宇佐美がキープして、さらには石毛、石毛前を向くシュート、変わった直後の3点目のゴールは石毛の右足でした。ここで試合終了のホイッスルです。京都サンガ FC 対ガンバ大阪の一戦、ガンバ大阪ダニエル・ポヤトス監督、ガンバ新体制ついに掴んだ今シーズンの初勝利ということになりました。